はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。え、今日はですね、年長さんと一番最後の行事ということでお別れ会の方を行いました。ですね、私は年少さん のクラスを持っているので、朝お部屋からこうホールへ上がる前に、今日は年長さんがこう今までたくさん遊んでくれたから、こうみんなにありがとうっていう気持ちを込めて、楽しく過ごそうねっていうお話をすると、なんか子どもたちも結構やっぱ覚えてて、ようこそ友部幼稚園へって言って、こう4月の時とかに一緒に行事に参加したりとか、あと松組さんのお友達が手をつないでホールまで連れてってくれたことも結構子どもたち覚えてて、みんな年長さん何組さんがバラさんと一緒に手つないでるか覚えてるって言ったら、真っ先に子どもたち松組さんって答えたんですね。あ、もう先生もちょっとあれどこだっけって思っちゃうことがあったんですけど、なんか子どもたちはそういうのも一つ一つちゃんと覚えてて、あ、やっぱすごいなっていう気持ちもあって、やっぱ子どもたちも年長さんへの子っていうのをよく見てるんだなっていうふうに思えて、私も嬉しくなりました。まあ、お別れ会でもうすごいたくさんこういろんな楽しいことがあったんですけれども、子どもたちも一つ一つこう反応が面白くて、なんかこうまず先生たちも笑ってしまうような反応を見れたので、もうとってもこう思い出に残る一日になりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、それでは今日の私のハッピーポイントを発表させていただきます。今日は、年長さん、お天気もすごく良くなった中、お外で、ドッジボール大会をしました。子どもたちと最近になってちょっとドッジボールの練習も始まって、最初はボールキャー怖いって言って逃げていた女の子たちも、最近転がってきたボールだったら取れるようになってきたりとか、あとは投げ方とかもだいぶ上手にもなってきていたところで、今日はとっても盛り上がりました。なかなか苦手でこううまくいかなかったお友達とかもいたんですけれども、子どもたちとっても楽しく仲良く、わーキャーって言いながらすごく盛り上がって、白熱した試合を行いました。年長さんも残り少なくなってきてしまって、あと10日ぐらいしかもう10回切ってしまったんですけれども、幼稚園来る日程がなんですが、子どもたちと楽しい思い出を一つ一つ作りながら残りの日々も過ごしていきたいなと改めて思いました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。はい、今日は年中さんでは最後のキッズがありました。すごく楽しみにして行ったキッズなのですが、高田先生と一緒に最初の頃はこういうアプリを使ってこういう楽しいことをしたねなんてお話もしていきました。今日は落書きっつーというアプリを使って活動していったんですけれども、何も書いていないテレビの中に、じゃあ菊さんではどういう楽しい思い出があったかなってお話をして、子どもたち思い出テレビを書いていきました。すごく上手にスタンプをビロビロってやったりとか、いろんな色を使ってすごくカラフルに素敵な作品を作ることができました。すごいフラワーパークに行ったのが楽しかったのって言っていろんなお花を描いたりとか、あとは切り紙遊びがすごい楽しかったよとか言ってハサミを描いたりとか、すごくなんかみんないろんな思い出が菊さんでできたんだなと思ってすごく嬉しくなりました。最後には高田先生にも竹さんになってもよろしくお願いしますっていう挨拶も上手にできて、はい、すごく私も嬉しい気持ちになりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。朝からちょっと雨が降っていて、今日は外で残念ながら遊ぶことができなかったんですが、今日はおにぎりお弁当ということで、やはり子どもたちもとても楽しみにしている日でして、お部屋で今日はおにぎり何々持ってきたんだなんていう話をして、楽しくお話できたことがまず一つの私のハッピーポイントです。で、お部屋で遊んでいる時に、今日はいろんなクラスのお友達、年少さんですね、つくしさん、バラさん、すみれさんでバラバラになって、各お部屋でこう 3等分割して、遊んでいたんですが、その中でこう私も子どもたちの中に入って、一緒に遊んでいたんですけど、遊んでいた時にこうふーっと音が聞こえたんですね聞こえてふーってその音がする方の子を向いたらニコニコってして今って
って聞いたら、カエルが鳴いたんだよっていう。カエルが鳴いたんだよって言って、こんなところにカエルなんかいたかなーなんて言ったら、うん、なんかね、さっきね、そこで飛んでたんだよねみたいな、なんか話をしてて、あ、カエルさんいたんだねなんて話してたら、またクーみたいな可愛い音が聞こえて、あ、今またカエル鳴いちゃったなんて言って、なんかすごいそのお話がとても可愛くて、今日一日すごくハッピーな気持ちになりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。今から私の今日のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日つぼみさんではまず通園バッグのご用意をいたしました。今日は自由画帳とお道具箱を持ち帰りました。その時に自由画帳を少し開いてみると、4月の頃の絵とかは あまり丸とかちょっと複雑なものは描けなかったんですけれども、最近のものはもう顔とパパメガネかけてるからってメガネも書いてあったりとか、ママの髪の毛はくるくるしてるからとかって言って、それを表現してる絵があって嬉しく思いました。またつぼみさんは制作帳がないので壁面も一緒に貼ってあるんですけれども、4月の頃はシールで作った壁面制作だったりするんですけれども、最近のはノリとかクレヨンを上手に使った制作物がたくさん貼ってあって、成長を感じられてとても嬉しく思いました。これが私の今日のハッピーポイントです。ありがとうございました。今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は、来年度友部幼稚園に来てくれるお友達が幼稚園に来てくれて、幼稚園で使う制服だったり体操服だったり、あとはプラポンだったりですね、用品の方のお渡しと、あとはお母さんたちとお母さんお父さんたちと懇談会の方が行われました。子どもたち懇談会の時にこう子どもたち、お母さんから離れられる子は園児用の小さいお椅子に座って、先生たちがやる楽しい人形劇をね見てくださいということで、子どもたちもお母さんと離れられる子は椅子に座って、見ていたみたいなんですけど、私はこう人形劇の手のこう人形を動かす役をやっていたんですけれども、なので子どもたちの様子は見ることはできなかったんですが、こう桃太郎の人形劇をやった時に、もう桃太郎が出てくると「桃太郎だ!」っていう声が客席、演じ席の方から聞こえて、もうなんか子供たちの喜んでいる声が本当にこっちまで聞こえてきて、私も手を動かしながらもうニコニコになってしまって、とても嬉しくてハッピーになりました。またその後のお母さんお父さん方がこうちょっとお話を聞いている間に、子供たちは別のお部屋で先生たちと一緒に遊んだりして過ごしたんですが、やっぱりお母さんとなかなか離れる機会っていうのは今なかなかないと思うんですよね。でその中でもやっぱりこうお部屋に来た時はもう「わあママ!」なんてすごい泣いていた子が、だんだんこう時間が経ってくると落ち着いて、子供お友達で遊んでみたり、あとは先生と一緒にママごとなんかしたりして遊んで、本当にちっちゃい赤ちゃんまで来てくれて、ね、なんか私も一緒に子供たちと遊んでいたんですけど、本当にもうちっちゃくて可愛いっていう子供たちがたくさんいて、もう私なんか おままごとのフォークをなんか鼻にこうブスって刺されたりなんかしたんですけども、そんなのでももう可愛いって思って、もうとても幸せな一日になりました。これが私の今日のハッピーポイントです。ありがとうございました。私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。はい、今日は年中さんでは最後のキッズを行いました。キクさんも今日キッズすごく楽しみにしてお2階へ上がっていきました。高田先生と一緒に今までキッズでどんなアプリを使ったかなっていう風にお話をしていて、こういうのではこういうのをやったねとか、すごく楽しくお話ししながら進めていきました。落書キッズというアプリ、今までも何度か使って楽しくやったことあったんですけれども、今日は落書キッズというアプリを使
って活動の方をしていきました。何も書いていないテレビの中に、じゃあ思い出テレビということで、どんな年中さんでは菊さんでどんな楽しい思い出があったのか、みんなそれぞれ好きなことをテレビの中に書いて思い出テレビにしてみようということで、みんなでテレビの中にお絵かきをしていきました。みんなすごい、最初はやっぱ最初の頃は iPad すごい使い方戸惑ったりもしてたんですけど、もうすごい上手に使えるようになって、もうスタンプもベロベロロっていっぱいやったりとか、いろんな色もカラフルに使ってすごく素敵な作品を作ることができました。もう一回やっていいですか？今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。昨日は私、ごめんなさい。それでは今から私の今日のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日つぼみさんではまず通園バッグの用意をするときに、今日は自由画帳とお道具箱を持ち帰りました。自由画帳にはつぼみさん制作帳がないので、今まで作った壁面とかも貼ってあったんですけれども、4月の頃の壁面とかはシールとかで制作しているものが多かったんですけれども、最近のものはやっぱりクレヨンとかのりとかを使ってだいぶ器用になったんだなというところが見られて、とても成長を感じられて嬉しく思いました。また午後には地震訓練がありました。地震の放送に最初は気づかなかったつぼみさんだったんですけれども、地震だってなってテーブルの下に隠れた子と、ぬいぐるみを頭に乗せた子がいたんですけれども、ぬいぐるみでやって、すいません、もう一回いいですか？今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。本日は来年度友部幼稚園の、お友達になる小さい子たちが、新しく幼稚園で使う制服だったり、消えちゃった。